終わったか。果たして自分がこう逃げてるところが最初の一番の取り主なのかなっていうのは正直は実感で、でずっと逃げてて審判にあの判断してもらった時に自分が取り主ですよって言われて、その時に初めて一番取ったんだなって、これからもまあいろんな蘇民祭の方に参加したいなと思ってましたね。自分では胸でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。